こんにちは。宜野湾チュイシージータイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日のお相手は地域福祉推進係の赤嶺舞と、同じく地域福祉推進係の与儀でお送りします。宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りしています。皆様、今日も最後までお付き合いお願いします。はい、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、 GCG の人と人がつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、山内さん。はい、そうですね、すいません、 FM 宜野湾の山内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん、 FM 宜野湾、この宜野湾 GCG タイムではですね、はい、メッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 そして FM ギノワンではサイマル放送で、ネット配信も行っております。アプリリスラジというのをですね、ダウンロードしていただくと、携帯で、見ることができますので、ぜひですね、そちらもダウンロードしてお楽しみください。また、インターネットでですね、はい、このユーストリームとツイキャスで配信も行っております。生で見れます。そうなんですよ。そちらからもね、はい、お気軽に参加できますので、はい、ぜひぜひ皆さんご参加してですね、一緒に楽しめればと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日大雨なんですが、皆さんぜひ運転の方も気をつけていただいて、それでは、はい、幸せをつなぐ宜野湾チュイシージータイム始まります。これ結構声張らないと入らないってありますか？声張らないと入らないたり。あ、近づいてくれたら。結構こっちでピッタシある。だからあっちの声が入らんって言うからね。うん、俺もさっきほらあんなに喋ってるのによ。この瞬間もずっと流れてる。うん、てるこれはね、この瞬間ずっと流れてる。ラジオは流れてないけど。はい。だからもうスタジオでしょ、今。はい、6月14日宜野湾チュイシージータイム始まりました。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしています。さてさて、この時間はふくふくトークになります。はい、この時間はですね、宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきたいなと思っています。はい、で、今月は自治会加入促進月間っていうことなので、そうですね、はいはい、先月は自治会長会三役、はい、前原区、益城区、荒城区の自治会長に来てもらっていて、はい、今日はなんと普天間三区自治会と市民生活課の3人に来てもらいました。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。というわけで、はい、自己紹介を吉岡会長から、大きい順から、大きい順からお願いします。はい、皆さん、2週間ぶりでございます。先々週の土曜日にまたお邪魔しました。はい、普天間三区自治会長の渡名喜と申します。すぐ近くの社交街、繁華街の方から来ました。よろしくお願いします。はい、もうパパなので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ市民生活課お願いします。はい、皆さんこんにちは。宜野湾市役所市民生活課の、大川と申します。
今年4月からですね、自治会の方担当しまして、自治会を盛り上げていくということで、頑張っていますので、はい、また皆さんですね、ぜひ今後とも自治会を含めですね、加入者が増えるようによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ次。はい、はじめまして、私も同じく市民生活課の村本と申します。はい、私は自治会と関わって今年が2年目になってですね、出身も愛知、はい、宜野湾市の出身でして、まあ、いろいろ、はい、まあ、休日は子供を連れてまた、はいはいはい、自治会のイベントにも参加していて、はい、まあ、ちょプライベートでも楽しめております。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介が終わったっていうことで、はい、恒例の与儀さん、いきましょうか。お願いします。はい、自治会加入促進の取り組みということで、はい、先週は自治会長会の三役の皆さんに来ていただいてということで、自治会の活動について少しご紹介いただいたんですが、はいはいはい、今日は普天間3区渡名喜要所会長来ていただいておりますので、はいはい、まずは普天間3区自治会の特徴、取り組みについて少しお伺いしたいなと思います。はい、皆さん、普天間3区の渡名喜でございますけれども、まあ、以前もお話したかと思いますけれども、うちはどうしても地域柄、商業地域と、それから夜の、ね、社交界というのが開いてまして、で何をするにあたってもとりあえず反省会が、はい、ノビニケーションというんですか、それが長くて、ね、はい、なるべくこう地域に促すような、はい、まあ、難儀をした分みんなで、楽しく、はい、語ろうということで、行事いろいろありますけど、それ終わったら、はい、もう居酒屋、ね、スナックの方に流れるという、はい、これを重視してますね。はい、そうですね、前回民生さん来ていただいたときに、知念さん、ね、普天間3区の知念さんが、そういうアフターファイブがすごく楽しいとまさしくですね。はい、はい、本当に、はい、いつもありがとうございます。はい、はい、で、まあ、そういう感じでいろいろと、まあ、地域活動をすごく頑張っていただいてということで、はいはい、普天間3区の近くのこの通り沿いはですね、はい、地域の皆さんが花を植えたり草を刈ったりというところで、うんうんうん、いろいろ地域活動を頑張っていただいてるんですが、はい、まあ、こういう地域活動をする中で吉岡会長がとても嬉しかったこととか、何か楽しかったこと、そういったのを少しお伺いできたらなと思うんですが、はい、今ちょっと話出ましたから少し話しますけども、今度ですね、市民駐車場がございますけども、そこのフェンスの、はい、まあ、ちょっとした隙間ですけど、まあ、長さが50メートルぐらいあるんですけど、そこの階を市の方から、はい、管理を任されましてですね、そこに新しい会を花をということで、花で、ね、皆さんお呼びしようかなと思って、今、はい、まだ5分の1しかできておりませんけども、はい、そういうこともしながら、今活動しているところですけど、うん、で、嬉しかったことですけども、5月のですね、25日に、はい、はい、61歳になりました。あ、おめでとうございます。はい、もうちょっと遅いですね。ハッピーバースデーですね。はい、なんていうんですか、婦人会から、から青年会から、連日連夜、連続、はい、203日の誕生日の旅をいただきまして、すごい、みんながじゃあ誕生日知ってるってことですか。そうですね、居酒屋に、はい、入れ替わり立ち替わり来て、203日、付き合いさせていただきました。とても嬉しかったです。悲しいほど嬉しかったです。以上ですね。素晴らしい。やっぱり人柄がそこはね、やっぱり吉岡会長のすごくいいところだなっていつも思っていてですね、はい、いいもんのようなもんですね。一日越しにしてほしかったな。あ、誕生会さすが203日はきついですね。61歳ですから。ちなみに吉岡会長、私3月よろしくお願いします。まだまだですね。OK。 はい、OK。 ありがとうございます。はい、はい、まあ、こういうふうに普天間3区のちょっと取り組みとかいろいろ活動をご紹介していただいて、はい、ね、はい、あるんですが、まあ、今月は自治会加入促進ということで、はい、市民生活課の方にもですね、中心となっていろいろ活動の方をしていただいているので、はい、今日市民生活課からお二人いらっしゃっておりますので、
あの活動について少しご紹介いただきたいなというふうに思っているんですが、あの先々週6月2日金曜日なんですが、です、はい、あの市役所の玄関前でパレード出発式を行ったんですが、うん、その時のちょっと取り組みの、まあ、状況について少しご報告いただけないかなと、はい、分かりました。じゃあ、 あの宜野湾市の方ではですね、毎年6月を自治会加入促進強化月間として、はい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 、あの月の初めにですね、あの市役所玄関前であの関係者の皆さんで集まって出発式をして、うんうんうん、その後、まあ、市内一周のパレードを行うっていう取り組みをしております。で、6月2日の方ですね、まあ、かなり例年以上に多くの方が来ていただいて、全部で80名参加がありました。すごい。で、あの、まあ、来ていただいた方々っていうのが、あの、まあ、もちろん自治会長、また宜野湾市の他にも、宜野湾中城地区宅地建物取引業者会の皆さんとか、また市議会議員の皆さん、はいはいはい、また赤十字団とか婦人連合会とか、はいはいはい、本当に様々な団体の方が来ていただきました。うんうん。でやはりあの今年特にですね、自治会加入促進を仕上げて取り組んでいこうということで、はいはいはい、あの出発式でみんなで頑張ろうということでですね、ですね、初めて頑張ろう3勝をしました。頑張ろう3勝、そうですね、3回でしたっけ、はい、3回3回、そうですね、3回頑張ろう3勝やって、やばい、一応自治会長会の方でも加入促進委員会を立ち上げたので、ちょっと宜野湾市役所を少し揺らそうということでですね、意気込んで、まあ、玄関前は少し揺らすことができたかなというぐらいやってますね。ロッカーロッとしたけどね。なので、はい、なので、非常に会場盛り上がってですね、そうですね、今自治会長、また私たち市民生活課の方も、うん、加入の呼びかけを、うん、例年以上にちょっと頑張っているところなので、はい、引き続き6月は頑張っていきたいなと思っております。そうですね、本当嬉しかったです。もう全然ね、はい、取り組み方でも違ってきて、市長はじめもう皆さんに頑張ってもらってます、はいはいはい、ね、金秀前で社協もスタンバイしようと思ったんですけど、なかなかタイミングが合わなくて電話残念ながら手を触れなかった、手を触れなかったっていう最後の2台ぐらいですかね、今見ました、そのうちの1台私、ね、そうそうそう、気持ちだけはね伝わってたんですけど、あと5月いっぱいで、ねはい、ちょっと退職した長年頑張っていく中田さんという方が雨の中ガネコで手を振ってくれて、でも非常に、はい、もうちょっと目の前がもう水かすんでしまいましたよ。それぐらいみんなでやっぱり頑張っていこうということで、非常に今士気も上がってますね、はい。じゃあ、まあ、今月が取り組みということでパレード出発式が6月2日に行われたんですが、まあ、今後 の取り組み少し、まあ、方針も含めですねご紹介いただきたいなと思うんですが、そうですね、今後についてなんですけども、まあ、もちろんこの月間に関わらずですね、もうずっと1年通してですね自治会加入というのを進めていきたいんですけども、一応まあ近くで言うとですね、うん、またパンフレットを今度今制作予定していまして、というのが、はい、自治会長会、また社会福祉協議会、宅建業者会、市民生活課の方でですね今、特にですねアパートとかマンションとかですね、うん、そういった今市外から転入される方を中心に向けた、はいはい、まあ、パンフレット、まあ、自治会に加入してみませんかという形 ですね、そういったパンフレットを今制作中でして、うん、まあ、それがまあできればまあその夏ですね、夏頃には、はい、8月9月頃にはまあ準備ができればそういった、転入してくる方とか新しく宜野湾市の市民になる方に対してちょっと PR していきたいというのをちょっと考えていますね、はい、あとまあそのパンフレット制作、まあ、配布の後ですけども、はい、またそういった今後まあ去年の、すみません、今年ですね、2月に市協定を結んでいるのがありまして、まあ、これちょっと、はいはい、後日またご説明あるかもしれないですけど、この中でもまた、いわゆる地域の課題解決ということで、うん、まあ、市民生活課、また自治会の方とか社協の方、うん、まあ、一体になってですね、うん、はいはい、地域を見守っていったり、また、はい、安全をですね、はい、守っていったり、そういったのをちょっと今後その自治会の加入の、うん、と合わせてですね、そういったのをやっていけないかなというのはちょっと考えてますね、はい、うん、はい、なるほど。メールが来ております。イエーイ、はい、メールメール、いつもの宜野湾市在住3人のママさんです。あ、いつもありがとうございます、はい、中止時タイムの皆様こんにちは、こんにちは、毎度おなじみ宜野湾在住3人のママですよ。
あ、3人のママ、はい、私も子供に入れてくださいって言ってどういうことでしょうか。どういう意味お母さん的な位置に、なるほどね。いつも見守られて、はい、見守られて今日もたくさんのゲストさんですね、はい、自治会特集、はい、面白いです。あ、ありがとうございます。最後まで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、というわけでじゃあちょっと一旦ワンクール置きたいっていうことで、うん、なるほど、曲紹介も吉尾会長に、はい、あ、お、いいですか。あ、お願いしていいですか。はい、もうこの最初にデコード買った1枚ですね。お、最初のデコード、今デコードで CD じゃない、デコードの頃です、はい、中学1年かな、はい、サイモンとガハンクルのコンドルは飛んでいくというのをお願いしたい。はい、どうぞ。そうなの。私たちはあの小学校小学校の教科書で5年生ぐらいかな。ああ、じゃあ結構あれですね、シングルスキル、うん、これ、サイトバンクルで何か、サイトバンクルで何か、ゲームでしょ。あの、鳥の骨で作った笛で、うん、音楽の時は、この縦笛でやってた気がします。ゲームっていうか、覚えとって覚えとない。どうしようかな。次、PR でも今終わりじゃないですか。結構時間かかる。フリートーク行きましょうか。フリートーク。面白いな、最近。どうぞ、話を。何振ります?あ、おすすめのお店聞きましょうか。本当にフリーズ。天馬のおすすめ。天馬さん来てますね。そっか。あ、逆に山内さんが聞きたいことありません。会長、はい、はい、でも市民生活か、はい、じゃあ行きますね。今自治会のやりがい聞いたんですよ、うん、嬉しかったこと、嬉しかったこと、 OK です。じゃあと優勝会長誕生日、誕生日ね、5月25日。私も5月25日。PR していただきましょうか。例えばさん、この辺がいいよみたいな、うん、子供の居場所言いましたっけ。先生聞いたね。子供の居場所言いましたっけ。あ、またはこれは最後に PR ですね。子供の居場所を送りやってた、学校終わった、はい、から子供とか、それやってみたらいいじゃないですか、うん、とりあえず、まあ聞きますので、はいはいはい、でお二人にはその自治会に入ることの、まあ、メリットみたいなのを聞きますので、あれはないよ、PR でしょ。メリットか、メリットが、メリットが難しいんですよね。ああ、それやっていいんじゃない。入ったらこんなことが楽しいよか、あ、うん、そ, のそれはやった気をもっと自分の住んでるついても詳しくないので、うん、活動をすること。じゃあちょっと社協のインフォメーション一回挟んで、あの、いいです、ボールはいらないので。じゃあ2時間成功ね。何言ってたの、あのチャリティーボーリング、あ、7月にちゃんと枠、あ、ちょっと作ったりです、うん、自分の方かな、山田さん、私の方から質問します。 OK、 じゃあ先にインフォメーションだけしましょう。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあコンドルは飛んでゆくでしたっけ、はい、はい、すいません、音楽の授業を思い出したなと思って、リコーダーでやったんですよ、ソプラのリコーダーで課題曲だったんで懐かしいなって思いましたはい、というわけでちょっと自治会のお話しする前に社協からのお知らせお伝えしたいと思います、はい、今年の夏休み、今年もやります、羽衣チャレンジ隊、羽衣ワクワクキッズ隊があります。夏休みの期間を利用して、中学生、高校生は宜野湾市内の福祉施設や事業所でボランティア体験、はい、小学生は自分が住んでる地域近くの公民館にてミニデイサービスのボランティア体験などの企画を予定しています。そういったものを興味があるな、やってみたいなっていう方は
宜野湾市の社協までお問い合わせの方よろしくお願いします。はい、実施期間は平成29年7月24日28日の期間がボランティア体験期間となっています。対象の方は、市内在住または市内の小中高校生の方になっています。はい、はい、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、またこの詳しいものは社協ホームページなり、なるほど、お願いします。また準備不足です。すいません。いえいえ、はい、ホームページね、調べていただければ。問い合わせでもうお願いします。お願いします。ちょっと付け加えて、小学校4年生からの対象となっております。小4、小5、小6の子どもたちですね。あと中学生、高校生という形で、毎年多くの方にご参加いただいて、福祉について、学ぶ機会ということとか、あとは地域の方々と一緒にするということもありますので、自治会の魅力っていうところもそこでお伝えできるのかなというふうに思っておりますし、やはりミニデイサービスの参加っていうところが一番のポイントかなと。やはり美味しいご飯と地域の皆さんの優しさをいただける場所なので、なるほど、そういう教育的にはいいのかなと思っておりますので、ぜひぜひ多くの皆さんにご参加いただきたいというのを思っております。はい、ご参加ください。さすがヨギさんって感じで、はい、そうですね。もう、はい、そうですね。プラスアルファを、はい、こんな感じで社協は楽しく毎日仕事してます。そうです、明るくね。はい、明るく。すみません、メールも来てます。あ、メール、はい、1つ目ありがとうございます。初めての方です。この番組初めて聞きます。ありがとうございます。私は自治会がどこにあるのかも分かりません。各地域の自治会情報を知るにはどうしたらいいですか。あ、ここも自治会がない地域もあるのでしょうか。市民生活課の出番じゃないですか。太郎1043に向けて、はい、向けてとか言まず宜野湾市のホームページにですね、はい、まず自治会の紹介するコーナーがあります。うん、はい、でまたヤフーとかグーグルとかで、宜野湾市自治会っていうのを入力してもらえると、はい、すぐトップの方に検索で出てきますので、それをクリックすると宜野湾市は23自治会あるんですけど、はい、それぞれ の会長たちの写真とか、うん、年間行事を見ることができますので、ちょっとまずは、検索で宜野湾市自治会っていうのを検索してもらって、はい、そこから各自治会の場所とか地図も載っておりますので、はい、それをやっていただけたらと思います。はい、わかりましたかね。はい、太郎さん、ぜひですね、興味があったら調べていただければ、はい、もうすぐ出てきますので、はい、普天間であればね、トナキさんの顔が、はい、はい、今日も映ってると思います。でもね、普天間1、2、3、3つありますので。そうですね、はい、あ、そっか、はい、普天間3区、はい、お近くの方お近くの住んでるところ、そうです、住んでるところの自治会長の顔写真見れるの大きいですね。でもあれですよね、1区、2区とかわからないこの方でも、あ、まあとりあえずは、はい、そうですね、近くの公民館に行ってもらえれば、はい、はい、ぜひ、はい、住所を見ればもうすぐですね、なるほど、と思いますので、はい、これ市民生活課に聞いても答えてもらえることは大丈夫なんですか。そうですね、一応でお電話とかでお問い合わせいただければ、はい、自分がどこの自治会に、はい、入っているか、はい、要するに所属する形になるのかっていうのは、はい、すぐお答えできますので、ぜひお気軽に市民生活課の方でお電話いただくか、そうですね、そういったのが一番早いかもしれないですね。じゃあぜひ、いつもの下りだったら問い合わせはヨギーで終わって、今日は自治会の場所とか自分どこに住んでるんだろうっていうのがあれば、はい、市民生活課が近くの公民館をもし見つけきれたら、そこに聞いていっても全然大丈夫ってことで、吉岡会長いいですか。はい、いいですよ、はい、よかったです。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。そしてコメントも来てます。皆さん、はい、ハイサーイということで挨拶ですね。はい、シュプレームさんという方です。シュプレームさん、シュプレームさんは東京だったかな。東京、はい、ありがとうございます。見ていただいております。ありがとうございます。はい、はい、お時間もだいぶ迫ってきたんですが、はい、最後にですね、市民生活課の方と、渡名喜会長の方からですね、 PR の方を少しいただきたいと思っておりますので、村本さん、よろしくお願いします。わかりました。先ほどちょっと、はい、メールの方で自治会の場所とか、どういう活動をしているのかっていうのもあったんですけど、はい、実は宜野湾市の市役所の1階ロビーの方で、はいはい、定期的な自治会のパネル展を開催してます。はいはいはい、直近でいくと3月27日から4月7日、一番宜野湾市の転入者が多い時期に、はいはいはい、市役所1階ロビーで、全自治会の写真付き の、はい、パネルの方を紹介してます。はい、でまたそこにですね、自治会長
の皆さんにもあの、うん、持ち回り制で、はい、午前2時間経って、いらした方にどこに住んでるの、あ、じゃああなた の, あの住んでるところの自治会こういう活動してるよ、うん、ということをちょっとあの詳しく今説明しておりますので、はいはい、あのただそれが今週の金曜日の6月16日、はい、あと3日ありますからね、はい、そうですね、あと3日ありますので、ぜひあの市役所の方に来る機会があれば、はい、あのぜひギャラリーの方にも来ていただけたと思います。はい、はい、OK です、ありがとうございます、はい、最後隣会長、はい、お時間も迫っておりますが20秒、とにかく公民館にいらしてください、ね、お待ちしてますので、はい、子どもたちがね案外気軽に来るんですけどね、近くに来ましたらぜひコーヒーでもいっぱいおごりますので、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。残り30秒ということで、普天間産区気になる方もぜひ公民館に来た吉岡会長コーヒー入れて待ってます。はい、そうですね、はい、そうですね、気になることは市民生活会をお問い合わせしていただいて、本当です、はい、その他気になることは社協まで、本当です、よぎまで、あの、はい、みんなつながってますので、はい、それではまた来週は普天間一区自治会長お呼びしてますので、はい、皆さんまた最後はさよならで締めたいと思います。それでは、はい、さよなら、はい、さよならありがとうございます、ありがとうございます、すいません、時間小さいの忘れてた、はい、大丈夫です。